はい、こんにちは、ケンです。ということでやっていきましょうか。今回は大理石がそろそろ在庫が切れてしまったので大理石を掘りに行きましょうかね。はい、大理石を掘りに行くのと、このここか、まあ、こいつをなんと この死体たちをなんとかするという風な感じの日にしようかなと思います。で、人参を持ってきますか。人参持ってきておいて、何個もね、多分墓掘らなきゃいけないところが結構あるんですよ。そしてこの死体を燃やしてないからさ、まあ木はあるから木でなんとかできるんだけど、じゃあ先にこれなんとかしましょう。でね、ここはね、この死体多分掘り返さなきゃいけないですね。掘り返します。はい。で、他はこれ何、うわ、ここも掘り返さなきゃいけないのか。ここしんどいな。掘り返しまくらなきゃいかんな。これもだな、2つあたり掘り返す感じかな。うん、あとはい、ちょっと下に掘り返しまくります。これを掘り返す、これも掘り返す。やばいぞこれ、ちょっと死体パーティーになるかもこれ。 98%？ ちょっと待って、これもダメなの、このちょっと待って、マジか、 98% なのにアウトか。これはまあよし、ここはまあよし。で、これも掘り返すだね。掘り返します。うおー、 80% なのにか、なんか微妙だね。はい。でここは、ここはいいね。これは OK。 あ、でも割とやりきっちゃったな。木じゃなくて大理石にしときます。なんか割とやりきった感がするね。大理石のもう全部置いちゃったもんな。大理石のもういらないよね多分。はい。で、持っていきますか。ちょっと死骸が足でこう蹴りながら押すという最低な行為をしてる。で、ちょっと持ってきますね。お、死体来た。大丈夫、死体足りる。いいの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 、持ってきてくれたけど。お、今は話せないよ。こいつは無口だよな。なんか最初の頃おしゃべりいっぱいしてくれたのに全然おしゃべりしてくれなくなっちゃった。悲しいわ。で、家植えて、折り返すな、やめろ。うん、まあいいや、まあ、墓標を立てればプラスにはなるでしょう。足りないね、墓ポが。墓のポイントがちょっと足りない感じがします。これがな、まだやってない、まだこのと、結局これ取ってないよね。地下墓所取ってない。墓場の彫刻、これってさ、墓場の彫刻ってどこに置くんだろうね。墓場の強化、芝生、木の礼拝台、仮想大理石の納骨堂、石の礼拝堂、ランタン、大理石の敷石。どうなんでしょうね。なんとも言えないですね。ちょっといろいろ持って、そうだな、これだな。はい、横切り丸太材切りまくります。ちょっと墓場セットが足りないね。
あとさ、多分闇の心臓とかさ、闇のなんちゃらみたいなシリーズってさ、多分だけどさ、研究できるよね。ちょっと研究して青ポ取るか。先生術師から取る青ポも限界があるから、うん、限界があるんですよ。先生術師先生も、青ポ1日に70個だっけくらいしかくれないから、最大で。はい、下へ昇格します。てか100ポイントぐらい入れたら最高なんだけどね、関係ない項目で。はいはい、よし。この墓場の項目でさ、この辺の墓場のなんか強化みたいなやつで入れたらいいんだけど、そんな簡単に入れるわけもなさそうだな。どうするか。 木の柵ん？あ、これ研究できんのか、これ。あ、マジか。なるほど。墓場系研究したら青ポ出んのか。美味しいね。美味しいかも。ただ、うん、まあまあまあ、ないや。ちょっと、こう持ってくわ、この闇の脳とか、闇の心臓。この辺研究してないっしょ。未完了だよね。よいしょ、これ研究しますか。研究して青ポちょっとでも出して、行きたいね。はい。うわー、進行必要なのか。いや、結構いるな、しかも。うわー、どうしましょう。進行が多分少ないね、今。物語書くのに使っちゃったから、進行がないって感じかも。っていうかさ、そろそろ物語書きます？物語作りますか？あ、でもこれか。これがないとダメか。このなんか、これなんだっけ、火事じゃなくて建築か。なぜか建築のこの親友っていうスキルがないと多分うまくいかないので、ちょっと一回寝ます。実は大理石そこまでいらないのかな。よし。ちょっと何はともあれ、とりあえずテレポートして、東大にテレポートします。取引する。青ポ、緑ポ、あ、銀のハードカバー買えんのか。まあでもいらないな。本、金、これも欲しいけど。うわ、まずい。ちょっと待って。どうしよう。これでいっか。はい。金がなくなっちまった。よし、これでテクノロジーとね、この宝飾が、多分宝飾屋ができるようになりました。あとは多分やるとすれば進学のこの墓場の強化かな、あたりをやりたいよね。やるんだったら墓場の強化と仮想大理石の納骨堂、木の礼拝台、石の礼拝台、芝生、大理石の納骨堂はまあちょっと作れそうだよね。あと、そういえばなんか崖でどうこうとかって言ってなかった？なんか崖で会おうみたいな、なんつったっけ。夜、山地の砦の近くに立つ。夜か。じゃあ今は無理だな。金だな。金はただあさってメスの日に宝飾売れば、あとまあ銀売れるよね。商人に銀売れるから、あさって、しあさってに商人に銀売りますか。多分その方がなんか良さそうな気がするかな。ちょっと一回戻りましょう。はい、
で、そうだ、ちょっとセーブして、セーブ解除してを繰り返して、本頑張って作るか。これで、はい、ちょっとセーブ、セーブ解除を繰り返します。いや、しょうがない。だって本、金の本とか書くのめんどくさいんだもん。金の目物語だっけ。だね、まずは、まずはこれだよね。金の原稿を作らなきゃいけないよね。で、あ、ちょっと待って、ここ金のメモを作らなきゃいけないのか。これ作れるよね。100% 作れます、ここは。はい。で、金のメモを作りました。で、あとは、これですね。これで23% の確率で金の原稿はできると。無理ゲーすぎんか。はい、無理。何度も繰り返します。なんか久しぶりだよな、こんな、なんかさ、長いさ、シナリオものっていうか、こういうなんかロールプレイングゲーム的なのを成し遂げたのって久しぶりじゃない？なんか俺あんまりこういう風な感じでさ、連チャンでやらないんだよね。あんまりやらないからさ、すごい珍しいっちゃ珍しいっすよ、実は。はい、23% にかけます。5回に1回か。まだまだ成功しそうないな。ああ、成功した、すごい。ちょっと1回これでセーブします。古速だけどしょうがないよね。古速かもしれんが、よし、原稿の一部をこれで確保しました。で、まあ、銀の物語はたくさんあるから銀は作れるんだよね。あとは本か。本って何パーセント？あ、金のハードカバーは、そっか。そういえばそうでしたね。運ゲーで作ります？運ゲーで作っちゃいますこれ。運ゲーいきますか。はい、ダメだったらまたセーブします。いけました。金の本、金の本できました。あとは銀の本か。銀の本はね、多分ね、メモのね、銀メモをね、多分3個量産して、はい、で原稿、銀の原稿は多分作れるから簡単に。あ、まずい、もう来たのか。これ銀の本にはなるよね。 20% なんだけど大丈夫かな。 20% の確率でミス。すごい嫌な感じな、これ。大丈夫だろ、大丈夫大丈夫、いけるいけるいける。さすがにその 10% でミスることなんてあるわけない。よし。で、ちょっと待ってね、一回これ死体を埋めてセーブしますわ。はい、下埋めます。下埋める前にちょっと人参さんを9個って嫌がらせだよな、これ。取れる数9個って、10個くれよ、ちょうどなんだから。はい、埋めます。下に3つか、2つ持ってこう埋め、燃やしに行かねえとな、また焼却。そうだ、納骨堂って、大理石の納骨堂、掘られた石のかけら、陶磁器の骨壺、どうやって作るんですか、陶磁器の骨壺って。どうやって作るんだろうね。木の礼拝堂、本、まあこれは手に入るかな。はあ、なるほど。大理石の納骨堂作りますか。プラス20はでかいですよ。
調理テーブルってなんだ、陶磁器の骨壺。ちょっと見てみるか。今までさ作ったことがないものだから若干なんか腰が重い、腰が上がらんよね。ともかくこのに人参たちが必要なのは変わりはないから入れとこう。まだまだちょっと死体がいらん死体が多すぎる。これか調理。おオーブンじゃないよな。え、ちょっとこれちょっと終わらせたいんですけど、これこの終わらない感じですかこれ。なるほど。パン焼く？パン焼いちゃう？はい、パン焼いちゃいました。調理テーブル、骨壺。こんなところで骨壺って作れるんですか？陶器の水差しと灰か。あー、灰を使うんだ。磁器の水差し。え、ちょっと待って、水差しってどうやって作るの？そこだよな、粘土とかか。ん？炉3だよな。ん？炉で作るみたいなこと書いてなかった？ん？研究してないってやつか。そんなことないよね。いや、あるかもな。炉関係は建築家の、あ、これだ。はい。とりあえず作れるようにしました。で、こいつを作るには、水差しと白い粉。は？白い粉か。ほう。了解です。ちょっと、白い粉、ちょっと待ってね。ちょっと立て込んでるな、若干。一回ちょっと寝ます。で、ちょっと待ってね、これちょこちょこっと寝ます。はい、はい、進行データセーブしながら寝ました。で、まあ、万が一 20% の確率で金の本もう一冊作りかねないから銀の本をちょっと作ります。銀の本一冊、金の本一冊。まあ後で、ちょっと待ってよ、一応確認するか。はい、多分作れると思うので作りましょう。銀のハードカバーとこれで、よっぽど変な運が回ってない限りは大丈夫ですよ。よし、いけた、 OK、 かなりいいですね。で、どうしよう。こんなに銀と金持っててもしょうがないんだよね。金装飾のディティールとか置いてきたいな。一回、繁栄の祈り、簡単な祈りでいいや。簡単な祈りで、ちょっと祈ってから、いいね、いいね、いいね。よし。あれしよう。ちょっと、燃料を持ってくるわ。燃料が全然ない最近。こんだけの量集めたらエピスコフも認めてくれよ。はい、12進行をゲットしたので入れておきます。そうだ、灰がいるみたいな話だよね。まあ灰は焼きまくりゃ灰なんて出るんだけど、一体どれぐらいの灰が必要なんだろう。あ、何してんの。え、なんか怒ってる。なんという傑作。どうしたの、怒ってない。見事な職人技だ。いや、死体その辺あるけどね。エピスコフ様、そなたか。いや、少し見回っていた。この石像もなかなか悪くない。私の石像は
ただ我が聖なるオーラを清めるように手伝ってもらいたいのだ。いいこと思いつつ、像3体を作ってもらいたい。そのうち1体は私の仕事場に飾ろう。この1体は背を高めにして何か大切なことを考えているのに仕草にしてくれ。2、食事提供用に慈悲深そうなもの。でも同時に大切なことを考えているように作ってくれ。やってみます。3、ここ、教会前に置くとしよう。我がかっこよく、私がかっこよくみんなを迎えてくれているような感じで、最重要事項である。この石像なしにはこの大教会は聖堂に聖、金星レベルの大理石の像を放つ。マジっすか。なかなかちょっと辛いことを言いますね。やばくない ?12 個。わお。マジか。12個も作るのか。辛いね。へえ。あと、金星レベルのなんか、なんだっけ?エピスコフのなんかクエストなんか進んでないのか微妙に。なんで進んだのエピスコフのクエスト。いや、まあいいんだけど。ゴールド品質の大理石のかけらか。はあ。それってどうやって手に入れるんだ?いまいちわからんぞ。いまいちちょっと方程式が見えてこぬ。頑張ってんなお前。ちょっと待ってね。ここだよね。大理石。ちょっとやめて。マジか。石膏とエンジニア。いや、了解です。なるほどですね。鋼鉄の鋼、金の鋼鉄の鋼がいるのか。何それ、どうやってゲットするの。まず金の鋼鉄の鋼はどうやってゲットするんです。え、まずエンジニアと鍛冶屋がいるのか。レンズはいっぱいあるよ、地下に。地下になんかね、ミスってたくさん量産しすぎたね、かわいそうなレンズたちがいます。なのでそこは大丈夫かなと思うんですが、ちょっと宝飾1個作っときます。宝飾は明日売るから。どうしよう、レンズはあるけど、まあ、これ作んないと話になんないよな。まず鋼鉄の鋼、銀の鋼鉄の、これの鋼鉄の鋼をまず作った後に、レンズを使って、でさらにって感じか。ちょっとエンジニアみたいなやつはどうやって手に入るんですか。おー、マジか。これか、鍛冶屋とエンジニア、これか。水用ポンプ、結局いるのか、これが。なるほどなぁ。にゃ。何これ。こう、鋼鉄の鋼を使って鋼鉄の鋼を作るってこと?わけがわからんな。40% 確実できるのか。はい、もう、できる。ノリで作ります。確か、タガネあったはず、絶対どっかあったと思うよ。どっかでも使わなさすぎて、もういらんみたいになって、あるある。放り込んだのあるわ。あと、レンズだろ。鋼鉄のタガネ1個。レンズってどこだっけ?なんか、それもね、なんか作ってね、放り捨てちゃったんだよね、俺。うわぁ、マジか。っていうか、辛いな。まず、銀のさ、あれもいるもんね。なんならさ、銀のさ、石像も作らなきゃいけないからさ、鋼鉄の高値もしかして2ついるんじゃない?金の鋼鉄の高値と金の鋼鉄の高値2ついる説ないか。レンズ4つ。4つあれば大丈夫でしょう。
ちょっと待ってね、銀の鋼鉄上がりと金の鋼鉄上がりをこうなんか分けるのかどうかっていうのをちょっと知りたい。これだね、銀金ふん石膏とエンジニア、石膏はあ、どっちかがないと少なくとも金は作れないね。エンジニア、石膏、これか、大柄、違うの、ちょっと待って、あれどれだ、これか、これか、建築か、これか、行、石膏、大工、まあまあ、ともかく青ポが足らないってことは分かった。青ポが足らないから、の、まあでも、取れるよね。ちょっと銀の高値じゃなくて、こう金の高値作りませんか？とりあえず、銀の高値、銅でまず銀を作って、そっから金を作るってこと？あ？いらないよね。いきなりこれ作った方がいいよね。なんか確率おかしいよね、これ。おかしくない？だって、これ銅糸作って、え？何の意味もないな。これ作りますわ。いきなり作った方がいい、これ絶対。意味がわからん。なんか、無駄な確率で頑張るみたいな、なんか謎の行為をしてるってなってる。で、あ、もうこれ、ノリでいけます。金作りますわ。ノリで作ります。薄金できました。で、銀もう一個作っててもいいかもな。まあまあ、それは今度でいくか。銀の高値はとりあえず手に入れたから、銅いらなかったね結局。あ、てか夜じゃん、あいつんとこ行けんじゃね。デッドホース亭、金の高値はあるけど、金の鋼鉄の高値はあるけど、ちょっと微妙な気がするな。これで3つも大理石の像を掘らなきゃいけないのか。金の大理石の像で確率が 20% でしょ。10分の2を3回もやるの結構大変だね。スチャチャー、こっちか多分。ここら辺にいると思うが、夜いるって書いてあったんだよね。多分夜終わるよ。え、いねえし。は？は、おらんが。おらんが。うえー、マジっすか。ここじゃないのか。ハロー、エクスキューズミー。入れないのか。北の砦のなんかところにあるって言ってたけど、それが夜が終わったからあいつ帰っちゃったみたいな。夜終わり際だったから本当に夜じゃないと無理ってこと？うん？合ってると思うんだけどね。マップここでしょ。崖ここじゃないの？この崖で待ってるって言ってたよね。時間帯が悪かったのかな？なんか中途半端な時間帯に行ったってことか？俺は。どこだっけ？海沿いの崖で会おう。はあ、崖ですが。崖ですがって感じだね。まあいいか、戻るか。帰りましょう。無駄足だったの完全にね。完全に無駄足をしてしまった。今日はメスの日か。あ、無駄足でもないな。
いや、この宝飾を売ろうかなと思って。宝飾を売ります。はい。よし。帰ります。さよなら。で、明日商人の日に銀を売ろう。で、崖で夜中中、一晩中待っててもいいけどな。わけわからんもんね。うん。どうしよう。とりあえず。そうだ、他にもやることあるんだ。このこれを焼いたりじゃない、陶器のボールを焼かなきゃいけないけど、そのボールを焼くために、燃料がなくて、その燃料で困っているって話だ。燃料は多分あちらにあるんだが、取りに行ってきます。いや、燃料はありますよ。ちょっとこの転移石を使えるようになってなったら、採掘場に行って、採掘場に確か石炭はあるはずだから、転移石来い、早く使えるようになれ。はい、採石場で、おお、いっぱいあるね。うん、持って帰りましょう、持てる分。はい、持って帰ります。よし、この炭を使って、あとボールか、なんかボールを作ったりしなきゃいけないんだっけ。大変だな、意外と。こう脳死で大理石やってるよりもなんか難しいかもね。まあでも脳死大理石多分むちゃくちゃ時間かかるから、うん、脳死大理石の方が時間かかりそうだな。やめて、正解か、脳死大理石は。いや、墓をさ永久に増やし続けた方がいいかなとか思ったけど、なんかその方が時間かかりそう。普通に20ポイントだもんね。そういう意味ではあれか。はい、じゃあちょっと入れときます。よし、入れました。で、陶器の水差しは陶器ボールか。で、白い粉とかいう謎の覚醒剤かな、これは。覚醒剤、覚醒剤がいるのか。ほう、あー、ちょっと待て、まずいまずいまずい、死体が来た。どうも死体。何ポイントだっけ今。111か。111110。てかさ、この辺切っといた方がいいんじゃね。どかそこれ。でも納骨堂とかこっちら辺に置くでしょ絶対。邪魔邪魔。これで納骨堂をこの辺に設置できますよ多分。ちょっとこの辺もちょっと片付けとくね。うわ最悪だ。で、ちょっと遺体を搬送します。ほい。で、夜になったね。夜になりましたが、転移石いけるか。行きましょう。今回こそは。あ、遅いね、この人。帰るのが。これなんだっけ、ミスチャーム。
ミスチャームって名前はないよな、さすがに。チャーム、魅了する。魅了さんだよ。混沌さんじゃないんだから。魅了さんはないだろ、さすがに。あ、いねえぞ。崖だろ？俺マジいないんだけど。え、ちょっと待って、どういうことだ？いないぞ。大丈夫かこれ。夜、山中の砦のに立つ崖で会おう。え？いないよね。ああ、なんだ。ワグナーどこにいるんだ。いや、ふざけんな、お前。落ち着けよ、私だ、ワグナーだ。一体何があったんだ。ベニティングだけの薬、どうやら伝説に伝えられていた効果は実際の半分まであったようだ。この世で最高の歌詞を書くことができた。でも自分の魂を覗き込んでいくと私の姿はこうなった。どういうこと？なんかおかしくなっちゃったの？なんかさ、やばいことになってない。そして外見を書き終えた後、外見はこうなっていた。あの、いっぱい来てますよ。ミッションに愛されることもないだろう。ワグナーすまない。でもやるだけの価値あったよ。これがその曲だ。怪物さん、あの男に襲いかかろうとしている。待ってくれ、私はただ話していただけなんだ。捕まえろ。話せ、私は指揮官の息子だぞ。こいつを山中の砦まで引っ張っていけ。ああ。とりあえずミスチャームの。ん？歌詞は？うん、歌詞はできた。よし。じゃあ、この歌詞はできたから、来週か。また1週間後のミスチャームの日に歌詞を渡すか。多分ね、ミスチャームもう終わるんじゃないか？多分。多分終わるかも。うん、多分終わります。先生術師も多分終わる。あとエピスコフだけかってことは、先生術師ももう終わるんだよ。あ、先生術師ももう多分あの本作ったから終わり。そのうちでミスチャームももう終わり。商人は、商人は何、この新しい儀式って何の話だ。あんまりなんか考えてなかったぞ、正直。商人のラストクエストなんだ。なんか普通にミスチャームと話した後に達成できるみたいなこと言ってるけど、新しい役所で大規模な儀式が参加できるように手伝う。これなんだ一体。何すればいいんだよね、商人は。うん、まあまあまあええか、とりあえず。とりあえず帰るか。まあ明日どうせ商人の日だから、明日商人に話しかけてみましょう。これ結構複雑に入り組んでるけど、どうなるんだろうね。なんか最後詰んだりしないのかな。どうなっちゃうんだろう。
うん、ちょっとなんか入れとくか。いや、まあ入れんでいいか。なんかさ、これを作らなきゃいけないんだよね。まずは陶器のボール。めちゃくちゃな数の陶器のボール作らなきゃいけないんじゃね。だってさ、見てほしいんだけどさ、これ1個で、あ、でもまあそうでもないか、ちょっとか、まあ、大丈夫そうかな。よし。で、陶器の水差し、あ、もう一個作る。よし、2つ、20個じゃあ作ってみるか。20個じゃダメです。30個多分作んなきゃいけないんだよね。30個作んないと多分規定数には達しないので、ちょっと30個作りますわ。で、で、焼かせますか、これを。焼かせます。いや、30個で足りる、これで足りた。で、で、陶器の水差しと白い粉、覚醒剤か。覚醒剤の前に、ちょっと待って、これ売りに行くわ。銀16個売りに行きます。耳を揃えて。覚醒剤をどう作るか。白い粉、まああるもので作れればいいんだけど、ハロー、ってか、ちょっと待って、これできないけど、新しい役職の儀式って大丈夫これ、なんかできないよ。え、どうすんのこれ。え、って感じだけど、どうすんだろうね。商人の新しいふんちゃらかんちゃらみたいな。なんか微妙にね、この攻略サイトがね、なんかちょっとずれてたり、前の内容なんかアップデートで変わってるのかな、なんかちょっと違ったりするんだよね。なんかノリがちょっとわかんないんですよね。なんか、商人だけどさ、なんかこの後の、なんだっけ、有効度100にするためのやつがさ、なんかちょっとよくわかんないね。フラグが立ってないんだよね。果たしてこれはどうなるんだ。なんかもしかしたら他のクエストを進行してたら100にできるのかもね。もしかしたらこれはなんかもう こういうので、ここで終わりなのかも、商人のクエストは一旦。エピスコフ、あの神官のやつをなんか進めた方がいいっぽい感じはするかもね。
じゃあまあこれは終わりか。これは終わりかもね。なんかもう本当にちょっと終わりそうだな。あと数個って感じ。はい。まあ、この辺にしましょう。バイバイ。はい。はい。こんにちは、くんです。ということで、やっていきましょう。今回のグレーベアードキーパーですが、てかもう今回で終わるのではないかというふうな、ちょっと淡い期待をしつつやっていきましょうか。何すんだっけ俺。そう、大理石の作業か。とにかくそれが必要なんだ。大理石の作業と今日するのは、この星の日に、先生術師に会いに行って、まだ助けるみたいなことやったりか。だよね、多分。ミッシャームの許しを、ミッシャームのワグナーの解放を手伝う。多分これかな。先生術師がこれをすると。って感じですね。はい、やっていきましょうか。よし。そして多分ね、この大理石連帯でなんとかなりそうな気がするんですよね、僕は。でも死体はいらないかなって思ってるんだけど、そう、ロバの死体を待たずしてなんとかなりそうな気がしています。大理石のかけら頑張りましょう。大理石もうちょっと最初から取っとけばよかったね。最初超余裕ぶっこいて取ってなかったもんな、大理石。まあでもなんかあれをしなかったのがちょっと時間かかった原因の気がする。先生術師からさ、ポイント緑ポ青ポのさ、あの本をさ買わずになんか縛ってたじゃん。なんかあまりよく分かってなくて買ってなかったのがさ、あ結構災いしたよね。こうあと後に響いた気がする、あれは。結局買っとけば結構なんかうまかった気がするんだけどな。よし、ちょっと全部持ってみましょう。こいつもよく頑張るよな、この墓守さんも。こいつの趣味的なのって何なんだ。そんな わけわからんことすぐ考えちゃうんだけど何を頼みに生きてるんだろう。あれか、もう家に帰ることか、元の世界に。いや、こんなん別にいいよね、正直。元の世界帰れなくても、なんか酒場とかさ、売春宿で遊べばよくないか。しかも墓守のポジションって結構悪くないと思うんだけど、なんか一人で気ままにさ、まあたまに来る上司のエピスコフのなんか機嫌取ったりしつつさ、やっていけばいいわけでしょ。そんなになんか悪かないよね、なんか人生としては。しかも死なない、しかも不死の能力ありみたいなさ。別にそんな死ぬようなことってそうそうないけど、もう悪くないよね。悪くない暮らしと思うんだけど、ここで骨をうずめる気持ちがなぜ湧いてこないのか、ちょっと僕には分かりませんね。俺だったら骨うずめるけどな、もう。よくない？こっちはこっちで。この暮らしはこの暮らしで。どうする？せっかくだし。死体、なんかする？いらないか。どうしよっか。死体どうする？いや、無限に大理石掘ってますか。いや、もう死体は焼きますわ、あれ。死体は焼くことにします。無視です。無視でいきます。それよりはもう何はともあれ大理石です。で、睡眠して
だこの青の先制術師の日には先制術師のところに行かなきゃいけないから、とりあえず先制術師の日になるまで大理石を掘り返しまくる作業をしますか。ここから直接あの灯台に行きましょう。先制術師のそれで良さそうですね。丸2日あとやってればいいのか、2日とか丸1日か。なんか終わりそうだな、もうこれで。さすがに墓場ミッションも終わるんじゃないか。はい、これでまた5個作れるから、よし。でこの5つやり終わったら多分青の日になるから、それで先生術師のところ行きましょう。帰るときどうなるんだろうね、一体。ゲームクリアするのかな、ちゃんと。なんか、なんか本当にそれだけでゲームクリアできるのかな。ジェリーとか何もやってないけどね。ジェリーイベントガン無視して決め込んでるけど、どうなんでしょう。よし、大石60個ぐらい取ったか。は？なんでシリが起動するんだ。まあ、ちょっと一回寝ますか。一回寝て、まだ青の日にならないな。もう一大理石いけるか。もうワンターンぐらい。もうワンターンいけそうですね。削り出しましょう。はい、で、中途半端だな。ちょっと一回寝るか。一回寝て起きたら先生自身のとこ行こうか。はい、何個取ったんだ。だいぶ取ったよ。もう。だいぶ取った。え、いけんじゃねえかな、もうエピスコフクエスト。ダメかな。はい、ちょっと行ってみましょう。90個取ったのか。ずいぶんだな。ずいぶん取ったな。灯台行きます。はい。ミッシャムの助けを必要としている。あなたが娘さんの許しを得られる方法は分かったかもしれん。何をすれば私にできることなら何でもする。とある若い男がいて、いや、今は男と呼べるかどうかわからないが、とにかくその人が三種の鳥に投獄され、危険にさらされて、そしてあなたの娘さん、彼を救いたいと言ってる。でもどうして。それは彼女は彼のことを愛してるらしいんだ。つまり私たち、あなたの彼の会を助ければ、最初の一歩としては妥当じゃないか。なるほど、扉閉鎖され、警備も厳重だ。私は過去に白鳥星そこに行ったことがある。問題起きて北の山道を吹っ飛ばしてしまったんだ。だがあれは我々の生徒より大衝撃が計算に影響を及ぼしたからだ。しかに殺すそう脅されてね。ダメじゃねえかよ。でもあれから何年も経った。大学を通じて新しい調査を企画することもできると思う。それなら男を秘密裏に解放できるかも。調査についてだが、私たちは重要なメンバー一員だからな。恋人たちの関係の仕様がたやすいのと同じだ。私の研究の進み具合を見せてやればまたその一員になれる。いや、心の中にはあまり空っぽでな。そして今では娘のこと以外何も考えることはできない。君は知的な若者だ。ぜひ力を貸してほしい。字を書くことはできるか。ああ、本を書いてくれ。内容はひどすぎてなければ何を書いてくれても構わない。
はい、その表紙に私の名前書かれていればそれで十分なはずだ。はい、どうぞ。いい表、いい表描写。よし、来週また寄ってくれ。その時に事の顛末を教えよう。あー、また来週ってことですか。了解しました。じゃあ戻りましょうか。まあじゃあ 来週また来てやるってことだね。はい、来週多分金のやつを渡すと。了解です。エピスコフはどうでしょうね。そういえば鍛冶屋さんどうなったんだ。鍛冶屋さん見てみるか。どうなってるんだろうね。売れた売れました。例のものはどれくらい売れてます。ようやく200個じゃん。よかったね。あ、金も貯まっている。いいじゃん。ついでに買ってってやるよ。5個ぐらい。鋼鉄の高値、銀。あ、銀も買ってってやるか。はい、いいじゃね。よかったね、鍛冶屋さんも幸せそうに。で、何よりだ。借金もなくなったしな。よし、じゃあちょっとあれ行きますか。教会の目の前に行きますか。はい、教会の目の前に行きます。で、あとポイントいくつ。135。これ なんだっけ。あ、なんかこう、これがなんかゴミ化したのか。これが修復石材大理石修復キット。もう最悪って感じだよな、マジで最悪。式入れまくるか。あ、横にもできる。これ神じゃん。はい、横に行けるんだったらだいぶあるぞ。だいぶできるぞ。横ひどいけどな。まあ、何の広場なのって感じだけど。183いけんじゃね、このまま勢いで。201、やった、達成。うわ、バカだマジで。うわ、やばいこれは。まあ達成したから、まあ いいんじゃないか。でも201だもんな。じゃあ明日達成ってことっすか。よかったっすね。もう死体持ってきてくれたけど、もういらないよこの死体。埋めればマイナスになっちゃうからね。だから明日達成したっていうか。やったね。どうしよう。何するなんかもうなんか一通りなんかやりきったよね。とりあえず研いでる。とりあえず砥石研ぎますか。やることないし。どうしよう。あとなんか要求されるものあったっけ。でもマジでないよ、要求されるもの。要求されるもの多分ないと思うけどね。どうしよう。なんかやる。でも何もやることないよな。あー、まあ、せっかくなら縦切り丸太材でも作っときますか。意味がないような気がするけど、縦切り丸太材作ります。へえ、これでも1週間時間経たせてたら終わるくね。だよね。もうあと時を待つばかりって感じになるんじゃないか。
縦切り丸太材のこの意味のないこの制作工程。こんなにいらない多分縦切り丸太材。金属スクラップでも焼いとくか。なんか他やることあるっけ。ちょっと寝るか、とりあえず。とりあえず寝ましょう。この緑ポーション、緑ポイントがなんかあちこちに散乱してるのちょっとおもろいね。あ、これでゲームオーバーってやつか。先制術師のクエストがちょっと予想よりもって感じだけどね。やべ、何をしたら一番これあれなんだ。ちょっと早いこと時を通過させたいんだけど、なんか こんなこと考えたこと今までないぞこれ、このゲームで。あ、複雑な鉄部品がいいのか。なるほどね、了解。鉄のインゴットでも多分今ないかなって気がするんだけど。あー、大理石修理キット。あ、これ結構修理できるんだ。結構出せるなこれ。まあとりあえずちょっと明日にしますか。何をして時間を経過させよう。まあ多分石材、大理石を掘り出すのが一番なんか良かった気がするけどね、ノリ的には。はい。あ、で金の掘られた大石にかける。いけるいける。金の掘られた大石にかける。多分作れるわ。作れる。あ、進行がないのか。まあ多分進行とか多分持ってこれるから先に祈ろう。はい、先に祈ってきます。先に祈って、セーブしてってします。先に祈ってセーブして、大理石のかけらを掘ってみるって感じにする。そしたら、なんか3つ手に入るんじゃない。いいね。はい。おうおう、たくさんくれるね。たくさんくれるけど、あんまり金策としては有効じゃなかったよね、これ、正直。なんか金策として一番有効だったのは、なんかもう銀だった気がする。この、そろそろなんかもう総括に入ってるけどさ、このゲームの。金策として有効なのは銀だよね。宝飾とかもいいんだけど、金手に入んないからさ、そういう考えるとって感じだよな。ああ、ちょっと寝るか。寝てセーブするわ。寝て、セーブして、はい。ネタセーブして、掘ります。で、50% の確率でいけるんで、まあ大丈夫でしょう。あ、あ、ゲームにおける 50% 実は2割ぐらい説実証してみる。よし、いけた。このゲームはそうではなかったらしい。で、エピスコフに渡しますか。あと、墓が200ポイントいったよっていうのを報告しないとね。こんにちは。墓の品質ですか。墓場は確かによく維持されている。そなたが汗水たらしいよくやったことだから。審問会については何か問題はないか。幽霊や魔女に。
確かに問題いくらかありましたが、いや、くだらぬ問いをした。そなたは審問会の一部ではないのだから問題ないという理解でいいだろう。あのくだらぬ死者の船などそもそもなんで作らなければならんのだ。そんなに歩く屍の噂もきっと作り話だ。いや、上の方で歩いてるけどね。そうすればその建設費は造船所ではなく教会に当てることができる。興味深い。ところで大聖堂のことで石像はこちらです。エピスコプさんお願いされていた石像完成しました。墓場用が一番いいのではないかと。どれも力作ではないか。私の頬の男らしさをここまで掘り切るとは。ええ、まあ。え、どこに置くの？え？はい。大聖堂強化。おー、この高さなら町の壁でさえ見える。しかし町の水不足が改善される気配がない。ちょうどいい。やったけやりがいのある仕事だ。貴族として立ってもらいたい。前にもお話しましたが、あなた以外に知っているものは今回ばかりは重要だ。宮廷に近い人物で我らの儀式に出席しないものは必要がある。貴族の書類を手に入れてもらいたいのだ。友人の審問官にお願いできないか。あ、審問官は行けますよ、来週に。あの方は友人ではありません。聞いてみましょう。貴族の書類を手に入れ、重要人物からの招待済みを手に入れる。なるほど。でも、多分行けますよ。貴族の書類を手に入れました。え？あー、も持ってないだけか。どっかあるよ。どっかしまってるから。おお、大聖堂になってなんかちょっとでかくなったのか。そんなでかくなった気はしないが。で、貴族の書類を持ってくるのと、あとあれか、審問官と話せばいいのか。大丈夫、審問官消えたりしてない？はい、貴族の書類持っておきましょう。はあ、あらかた終わりか、終わりな感じの雰囲気は漂ってきてはいるが、ちょっと待ってよ。エピスコプの、うん、これどうしよう、どうやって時間を経過させるか、それが問題だな。やっぱ採石場か。採石場が一番なんか時間経過するような気がするけど、だ大理石掘りまくったら時間経過するんじゃね。結構これ、これすごい速度でこれ減るよ。お、早いよね。まあ、多分これかな、多分一番経過するのは。まあまあいいんじゃないですか、とりあえず。睡眠と起床を繰り返し、まだメスの日は意味なくて、まあ審問官の日まで多分スキップしなきゃいけないね、これ。ほぼやることないから、多分審問官の日まで飛びますか。多分これ掘り続けるだけでいいわ。この辺ちょっと邪魔だから、ちょっとザザザザザザッと解けるわ。この辺もちょ大理石だらけにしようぜ、この際。よし、でメスの日か。いや、これやばいぞ、これクソ長いこと待たなきゃいかんぞ。スキップさせまくってるけど、なんか書いてたんだよね、攻略サイトに。こう物語の終盤に行くにつれて、もうスキップ数めちゃくちゃスキップしなきゃいけなくなりますみたいな、まんまその事態が起こってる。はい、まあ、ということでちょっと次回最終回いけるかなと思います。はい、おつ。
はい、こんにちはくんです、ということで今日はですね、まあ、最後のパートということで、時間をスキップさせまくる作業と、まあ、最後のねエンディングを見て いけるかなと思います。いやー、エンディングまでいけたね。なんかいや、この手のゲームさ、俺絶対に途中投げるだろうなと思ったけど、はい、エンディングまでなんとかいけましたね。よかったこと、よかったです。大理石がもうバラバラになった状態で俺は地球に帰るのか、これも地球なのか知らないけど、商人に特に話すことはないはずだから、うん、まあそうだね、まあ、ちょっとまたオスの日まで飛んでエピスコフ手伝ってって言ってって感じか。まだあと3週間ぐらいスキップしなきゃいけねえんじゃねえか、これ。どうすんのこれ。大理石、じゃあちょっと置いちゃう、ポンポン、そう、置いちゃいますか。大理石のかけらとかさ、割と食うね、時間。まあまあいいのか、これでも一緒か、そんな変わらんな。てかさ、石とかの方が良くないかって気がするんだけど、なんかあれなくなるくね、木のやつ、なんだっけ、くさび材がなんかなくなりそうな気がする。良いのだろうか。まあとりあえず寝ましょうか。とりあえず寝ましょうか。よし、ちょで2日後だな。結構これもう飛びまくらなきゃいけないんじゃないかな。で、大理石みたいなの作ったら、せっかくだし最後のこう仕事ってことで、大理石修理キットで大理石あれ直してやるか、墓場の。もう最後の仕事でしょこれ、多分おそらくだけど、もうこれ以上ないだろう。リアル世界にこの大理石全部持ってかれたような。大理石って高く売れないんだっけ。大理石って売れるのかな。いや、リアル世界の話ね。どうなんだろう。あんまでも売れる感じしないけどな。売れないか、しょうもないか。でも大理石のなんか床とかさ、結構あるけど、あれってどれくらい貴重なのかな。まあ、銀金のが貴重だろうけど、なんか銀山とか金山とかってなんかあんのかな今でも。全然その俺さ、鉱石キッズじゃないからさ、あんまりなんか知らないんだよね、その辺の。なんか鉱石について、鉱石の採掘について興味持ったことないから、まだ人生で。ちょ、わかんないな、にわかだな多分、鉱石に関しては。にわかすぎる。もうちょっと専門分野ちょっと調べてみたいな。今度も調べとくわ。まあ、調べていつ話すか分からんけど、調べとか、ちょっと鉱石についてちょっと気になってきたね。どういう仕組みでどれくらいのレアリティなんだろうね、鉱石って。気になるくない。気にならん、すまん。そっか、そうだよな、そんなものに興味持たねえよみたいな感じか。意外とそういうわけ分からんことに興味持つのって面白いと思うけどな。俺結構病気結構興味持ったりして調べることあるね。怖いじゃん病気とかって。まああとなんだろう、すごい病気みたいな、天然痘とかめっちゃ調べたことある。一日中天然痘調べたことあるよ。いや、なんか分かるかな、なんかちょっと面白さみたいな、その天然痘の面白さみたいな。天然痘って分かる、そもそも病気なんだけど、病気のゲームの実況はしたので、あのリンクから見てください。あの天然痘とか黒死病についてはね、あのちゃんと語ってあるんで、もうすでにあのこの場では多くは語りません。でちょっと調べたんだけど、この墓標とかを作るとなんかすごい時間がかなり簡単に経過するらしい。
そうでもなくねえか。そうでもなくない？石の墓標がめちゃくちゃなんか時間的にいいって見たんだけど、嘘か。嘘っぽいな。嘘だった説あるね。そうでもないな。あれあれするか、もくさび材でも切ってみるか。くさび材切りますわ。でようやく明日審問官の日か。やばい、これ破壊しないとこれダメだ。これ破壊できんのかなこれ。いやさすがにできないか。いや貴族の書類破壊できたらやべえなと思ったけど、さすがにそこまでこうえぐくないか。うわこう締めると全然スタミナ減らねえな。ひどいな、こんなにスタミナ減らないものか。どうしようこれ作る。くさび材、くさび材も結構さ体力使うよね。6か。あ使わなくはないか。まあ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 だな。減り具合は悪くない。いいわけでもないけど、なんか複雑な鉄部品が一番なんかコスパ良さそう。鉄掘ってくるか。あゾンビか。ゾンビさんが頑張ってる。お前ちょっとゾンビ解放してあげたいな。かわいそうだよな、ずっとなんか俺がいない間ずっとやってんのかね。あれ俺がもし現実世界に帰ったらあいつは無限に囚われたままなのか。かわいそうな気がしてきた。なんか地獄じゃん。そんな死ぬことも許されずに生ける屍が動き続けるってことでしょ。あまりにもちょっと不憫では不憫すぎる気がするな。解放してやらんとな、ちょっと帰るときには。おちょっとこれちょっとなんか入れてくるわ。これもういいんだけどさ、整理なんかしなくても。最後まで整理されることはなかったな。ここだけは整理されてる気がするけど、最後までなんかこうそういう感じだったね。 ADHD っぷりを発揮してなんか終わった感じだよね。おこれでちょっと待って、審問官いけるぞこれで。でちょっと切ってから審問官行くか。そうだな。あつか来週来いっつってたから先生術師に来週渡せるね。ていうかこのエピスコフこんな時間かかるんだったら、こんななんか往復させられるんだったら、なんかあれしてたらよかったよね。てか審問官いなかったら終わりだぞこれ。結構緊張の瞬間だよ。いるとは限らんからねこれ。別にいるのかな、大丈夫かな。あよかった、いた。墓場の大聖堂の儀式ですが、芸家一つお願いがあります。墓場で新しく大聖堂の儀式に参加してもらいます。エピスコス様と共に町に水が戻る儀式。ふん、そのような弱いお手に当てる時間はない。でも地位の高い方に出席したり、宮廷で探してみるのがいいだろう。は？うるせえよ、うるせえよ。あ、これじゃね、これここじゃない、商人じゃない。あーえ、ちょっと待って、商人って、おい、また4日後か。マジを燃やせないんだったらもう意味がないんじゃないか。
クソだったな、ひたすら。これで帰る。これで。割と早いかも逆に。採石場行きます。採石場で、寝ます。まあでもどうせあれか。どうせ別にこの週で終わるわけないか。どうせなんか これやってミスチャーム行ってとかしなきゃいけないでしょ、きっと。どうせ終わらんでしょ。まだまだ当分。当分終わんなそうな感じするわ。これやっぱ早いな。 5削れるもんね、これ。マイナス5ってやばくない？でもちょっと邪魔なのがちょっとたまに傷だな、これが。15だいぶ削れるな。これさ、これさ、なんかこれ めんどくさいよね、これ。左右にブレさせられるみたいな。よし。で、ちょっと置いて。これはどうなの？これは15、あ、一緒か。まあでもちょっと時間がかかるってだけ。結局15減るのか、これで。あー、まあまあ悪くないかな、それだったら。マイナス3、3、マイナス2だし。ちょっと手間がかかるか。大石置いたりするのが。ちょっと置く手間かかりますね。かなりカットしまくんないところきついかもな、これ。はい。で、寝ます。で、朝起きたら、先生術師のところに行ってみますか。で、貴族の書類もちょっと、紫の日に渡しときたいよね。はい。君の本だが私は読んでいないが、大学のみんなは読んでいないがじゃねえよ。興奮しすぎとすら言えたな。新鮮な息吹を吹き込む一冊と言ってたよ。つまりもう一冊書いてもらいたいわけだ。あ、そう。あ、じゃあ本書いてきたよ。お、これなら良さげじゃないか。あっという間に調査に出発できる。あ、また来週ってことっすか。はあ。先生術師って、もしかして最後の最後になっちゃうんじゃないか、これ。あ、貴族の書類を渡すってのもあるのか。貴族の書類が必要か。なるほど。はい。まあまあ、まあ、とりあえずいいや。で帰って次の日貴族の書類見せて、貴族の書類を渡すって書いてたんだよね、攻略サイトに。え、取られんの、もしかして。やばくない？え？なんかやばい予感がするぞ。エピスコフに先に見せとかないとな。まあ一回帰るかとはいえ。ちょっと
回帰りましょう。一回帰ってエピスコフに書類見せて、で商人に儀式に参加させればいいか。てかどうせあと1週間かかるもんな。どうせあと1週間かかってだからまあ一緒か。うん、オッケー。なんかさ、大理石のかけらじゃなくて銃か。そんなって感じか。これやばいな、これ。ちょっと待って。15墓標10、石の十字架やばいな。石の十字架が一番なんかいいんじゃねこれね。石の十字架作るのが最もなんかコスパがいい気がするけど、コスパって意味わかんないけどな。何のコスパだよって感じだけど。なんか割とバランスよくやってきたつもりだけど、それでもって感じか。それでもって感じだよね。かなりバランスよく進めてきたつもりだけど、それにしてもなんか絶妙な感じになっちゃうね。よし。で、もう一回ちょっとこれ作りますか。多分これ作ってたら多分終わるでしょう。これ早いよね。早いし、なんかいろいろ右往左往しなくていいから楽だよね。まあ、F を押しとけば終わるみたいな感じする。ただ問題が一つあって、すごいアイテムのこのスタックがすごいことになるから、これそのうちバグりそう。このタイミングでバグるとかもうシャレになんないけどな。寝ます。眠りが浅くなるやつとかないかな。眠りが浅くなってもなんかずっと寝続けなきゃいけなくなるみたいなのあればいいのに。ないのか、さすがに。さすがにないか。はい、貴族の書類だけ見せておきましょう。貴族の書類見せる。いる？よし。貴族の書類を手に入れました。はい。私など家族と10年間の犠牲にしなければならなかったのに、こんなにたやすく手に入れるとは。そうだったんだ。そんな悲しい暮らしぶりがあったのか、このエピスコフの裏側にも。そしてこんなね、しょうもない墓を作られるという悲劇だな、もう。ちょっともうなんかせっかくだしつけてるわ今。まあ、つけるの悪くないだろ別に。これで下がったりしないだろうし、かわいそうだからさ、ちょっとつけてやろうぜ。でもなんかもうこれで終わりか。あと変な穴とかだな。かわいそうなエピスコフ。じゃあ寝ますか。多分ミスチャームのクエストまだ関係ないから、一回飛びますか。採石場、はい、採石場に飛びました。でやっときますか。これぽい。でこの辺こっちやろ。商人の日まで行って、じゃあ先に商人やっとけばよかったな。
おなら新聞会に用はないだろう。で、来週、うん、何なんだろうこの一瞬止まる現象って、ずっとこう採掘し続けられるケースもあるけどっていう、このあれか、このスタック度合いか、このこいつらのふざけてんな。よし、やばい、やばくなってきた、だんだん。いや、もうちょっと、どことが行こう。ここまで来たら、ここまで来たらもうダイレクトに行くぞ。横にこうずらして、横にずらしたいよなこれ、横にこうなんかずらしてっていい悪くない悪くない、いいよ。やばいやばいやばい、バグりまくってるバグりまくってるバグりまくってるこれ食べようぜ食べようぜ、もうこの際大理石いっぱい掘り出してやろう。もうこの国の大理石をすべてもう根こそぎいただくとしよう。なんとなくだけど、この左側でやってたらなんかうまくいきそうな気がするな。よしよしよし、掘る、もう取る気ゼロみたいな感じだよね、あんな下まで運びきってよし、これでデッドホース艇に飛べば商人いけるかな。次か、もう一回かな、もう一回ね、もう一眠りせんとダメだなこれもう一眠りしよう。俺の動画投稿だなこれ、もう本当に俺の動画投稿こんな感じだよ。こうなんかもう起きて、こうやってこの深夜、夜9時に起きてね、これ配信して、こうなんかこうカッカッってこの動画を掘り出す作業この作業と似てるよこれ、かなり似てる。ゲーム実況もね、こういうもんだから、なんか掘り出してこう、よし採掘みたいな感じでこう採掘して、掘削作業をすると、あなくなっちゃうねこれ、切ってこないとこれ、例のくさび材を。結構くさび材持ってきたと思ったんだけどな、あっちゅう間に足らんくなったな。くさび材作っときますか、家に帰って。商人の日から、商人のところ行ったらちょっと作りましょう帰りがけに、で持ってくるって感じにしようか。 OK、使う。デッドホース邸、デッドホース邸とかも懐かしいな、もはや。こんにちは。墓場の大聖堂での儀式なんですけど、エピスコフ様と共に町に水が戻ることを祈る儀式の、エピスコフというのはあの厚かましい嫌なやつか。まあそうかな。この儀式は私の新しい地位を皆に見せるのに結構の機会だ。私が町でキャリアを積まず旅をしてきたのは全くの無駄な、そうだ。そろそろ仲直りしてもいいんじゃないか。そうだな、また分かった、出席しよう。よし。OKOK。で、これでお家に帰りますか。で、これで招待状を渡す。
せるかな。で、また月の日まで行って、先生術師の結果を聞いて助かったよって言ってか。てか大丈夫だね、貴族の書類ってもういらないよね、他使わないよね。いや、なんか渡さなきゃいけない可能性出てきてるんだよね。多分大丈夫だと思うけど、もう貴族の書類いらないから先生術師になんかくれって言ったら渡しちゃっていいかな。破壊しちゃおう、これ。で、作ります。あと4日間が長いな。地味に結構作業だな。なんかあんまプラスアルファのことなかったね。なんか服を作るみたいな、そういえばなんかそういう服飾系なかったよね。なんかこいついつまでもこうなんか見かけ変わらんみたいな感じなかった。ずっと同じ服着てるっしょ。なんかこのなんか朝で作ったようなこのヨーロッパの農民みたいな服着てんじゃん、こいつ。ずっと制服のように着てるからな。起きても寝ても起きても。どうしよう。まだ多分作れるよね。まだ作れるからちょっと作りましょう。徹底的に作り続けます。いや、そういえばあれか、鉄欲しかったんだな。鉄もちょっと、あ、しまった、完全にバカの音したわ今。まだこれを掘れっていう、多分あれだな、これを作れっていうメッセージだろうな。おい、鉄鉱石もうないぞ。大丈夫か。赤羽の柵作りますか。やっぱこいつですね。はい、作りましょう。鉄が欲しいんだよ。鉄があればさ、あの複雑な部品作ってさ、複雑な部品も確かかなり浪費するからポイント、複雑な部品作った方がなんかいいかなと思ったんだけど、そんなこともないっすか。確か釘作ってる人がすげえ時間経つの早かったんだよな。なんか思えばなんかあれだよな、貴族の書類がいる日が早すぎるよな。なんか早すぎん？いや、破壊しよう。貴族の書類が、あのミスチャームとかかなり最初の方で必要だからさ、それは無理だよっていう感じなんだよね。あ、こっちの方はなんかあれだね、この総ホースの方がコスパが悪いね。総ホースコスパ悪い方で作るわ。よし、はい、寝まーす。結局審問官何の役にも立たなかったな。あんな息子と巡り合わせてさ、息子と和解させたんだから儀式の一つや二つ出席しろよって感じだよな。そんな儀式を出るなんかことはできないみたいな、なんかそんな頭でっかちなこと言うんじゃなくてそれぐらいやってくれよって。だってしかもお前なんか息子のことを市場で見逃しただろ。それ密告してもいいんだぞ。それ法王庁に密告してやろうか、それ。あれ
息子だからっつってさ、なんか悪の儀式、黒の儀式をしてたやつを、なんか なんで集まってきたのか、ギュッとなんか集まったの今。あ、なくなったのか、ちょうど。え、どうしよう。もういらないけど、これ破壊でいいんだけど。いらないよ、もう大理石。どうしようかな、このくさび材また作る。くさび材作ってるか。くさび材作ってフルで持てないぐらいまでフルで作ったらいきます。でももう一緒か、別にいっか、いっちゃえ。採石場で、ちょっと汚ねえな。くさび材をフルで入れて、あ、鉄鉱石こんなもんあるんだ。あ、鉄鉱石をじゃあちょっと作りますか。はい、で鉄をたくさん作っていきましょう。で複雑な部品を作っての繰り返しするか。多分来週には、来週ですか、今週中に終わるか。先生術師も終わるし、やつは全部終わるんじゃない、今週中には。ワンチャン、ワンチャン全て終わる可能性あるな。すごいね、もうそんな時期か。いや、先生術師のクエストがあと一つで、こう貴族の書類を渡そうみたいなところなんですわ。それってもう持ってるから、貴族の書類一瞬でできると思うんだよね。また来週来いみたいなこと言われない限りは。それ遅延行為されなかったら多分いけるんだよ。まあ、じゃあなんとかなるか。今週のあと3日間でなんとかなるっぽいっすね。あ、シリがタイマーセットしてたっぽい、勝手に。どうしよう。まあ切り出すか、まだ。いいねいいねこれ。ちょっと待って。はい、ちょっと好きこの。うわー。溜まってる。これさ、そのうちさ、なんか E ボタン押してもなんかこう、なんか持ち帰るとかしかできなくなりそうな気がするんだけど。はい、寝まーす。多分これで寝ても多分朝にはならないだろうな。朝になんなそう。うん、つか大理石でも掘りますか。掘るというか作りますか。いや、なんか墓の柵結構いいからさ、減らすのにも。それまずは鉄か。はい、で
よし、これちょっと昼ぐらいまで寝ますか。昼まで寝て東大に行って、また来週って言われたくないな。東大、はい、君が何を書いてくれたかわからないが承認させてもらった。貴族の書類を持つ人間が私に同伴しなければならない。通常あれば該当する人間を見つかるのは難しくないのが我々の状況を考えると危うい。まあ、あるよ貴族の書類。はい、娘には連絡を入れておくとしよう。砦付近に合流してくれるはずだ。王国の派遣調査を開始しよう。ああ、これでいけるのか。あ、ミスチャーム、王立大学の書類が届いたよ。となればこれから古い発掘現場に向かう必要がある。通ってよし。だが指揮官殿にお知らせする必要があることは承知しておくように。勇敢な兵士よ、それは不要だ。わざわざ起こす必要はない。明朝、助けてくれてありがとう。道の近くにある野営地にいるはずだ。近っ。どうやら兵士たちは寝ているようだな。ズズ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 。ワグナー、お、ミッシャム、できればあなたにはこんな姿を見せたくない。大丈夫、あなたの失われる美しさを知っている。し、静かに。ピッキング道具を持ってきた。ピッキング道具じゃねえよ。魔法の力で開けろ。見つけたぞ。よくもやってくれたな。我が息子は流行る騎士たるべきだった。だが今ではそれも不要だと言われて、おかげで奴は物陰なんぞになりよった。なんたる無念。山道を突き飛ばしたのは全て貴様のせいだ。あれは私のせいではない。大衆議が起きたことで新しい計算が必要だったのだ。我々の持つ黄金の角度計が精度に欠けていたものがあったが、言い訳ばかりか。何かやっていることは把握している。まずはこの化け物、次にお前の派遣調査。お前たち全員裏切り者、あるいは魔女だな。私は現在隠密共同中の審問会の一員だ。私は殺しても構わん。だが娘は解放してくれ。ダメよお父さん、この若者なしにはいけない。私は宮廷にも顔が通じてるのよ。とにかくこのまま立ち去らせてもらえないか。宮廷などわしは王国のおじよ、国王のおじよ。私はその息子です、ワグナーです。証拠ならあります。私の尻尾の左側に斑点があるのです。多分この毛皮の下のどこかにあるはず。貴様らは全員殺してしまおうか。そうすれば死体も問題ない。社員なら私にお任せあれ、指揮官だろ。どうやらこれまでのようだ。すまなかった我が娘よ。え、ワグナーせめてキスさせて。ああ、え、戻った。宙で戻るのか。おい、マジか。あとは小人がいれば完璧だな。7人だっけ。私は基地になることを誓いました。その代わりにこの場の他の者たちを見逃していただきたい。よかろう。だが老人、お前とはまだ終わらんからな。今は全員見逃してやろう、ワグナー。どうか悲しまないでくれ。また会える。まあ、この首座だよ。これは君のものだろう。父の名を買って買い取ったんだ。君を驚かせたくて。おお、どうやら全ては穏便に終わったみたいだ。どうだろう。まだ解決すべき問題は残っている。でもワグナーは無事よ。行きましょう。お父さん、あなたが住んでいる場所を見てみたいの。それとあなた本当に何もかもありでしょう。私にできることがある。その首飾り、私が愛する人間の元に戻るために必要だ。首飾りに助けてもらったし、これがあなたの助けになるというなら嬉しいわ。受け取って。黄金の家計を取り出すことができた。約束通り、これは君のものだ。ありがとう。おお、あとはエピスコフと商人か。え、これ明日で多分終わるんじゃね。全ては全て終わりそうな気するよね。おう、おう、いけそう。こんななんか焼かなくて良さそう。もう夜になったんじゃないんか、そもそも。これ全部いらないよ、この大理石。もう全然いらないよ、大理石これ。はい。丸太材でも切って時間潰しますか。
多分明日になったら多分もう最後のエピスコフのクエストがいけるので、それでゲームセットになると思う。3000赤ポ3000、なんかすごいです。いやー、思えば長かったな。思えば長かった。全部2人セットになってたんだな。っていうか審問官とスネーク、あとなんかミスチャームと先生術師みたいな感じで、で商人とエピスコフでセットでしょ、おそらく。全員カップリングがあったってわけか、ちゃんとしっかりそれらしき。どうすんだこれ、この時間。あとほんのちょっとなんだが、このこれでじゃあこれで進みながらこの素振りをして、疲れて寝て起きたらおしまいって感じいく。はい、大丈夫でしょう。水をどうなんかするイベントなんでしょう。どんなイベントなんだろうねそれ。ビスコフいる？いるわ。じゃイベントしましょうか。招待、返答済みの招待状手に入れたぞ。儀式を始める。宮廷厨房の番頭が招待状を受け取ってくれました。よろしい、では儀式を始めよう。まずは賓客の到着を待とう。商人来た。いや兄貴、ああ私は新たに任命された宮廷の注文の番頭としてこの儀式に出席した。私は今はとにかく喜ばしいよ。よかったね。エピスコフ様、そろそろ始めましょう。やれやれ緊張してきた。何の変哲もない儀式になりますよ。いや私は弟のことを言ってるのだ。今になってようやくあの者に会いたかったが気づいた。本日は町に水をもたらすため皆様にお集まりいただきました。そうとも、そして私たちの家族のためにも祈りましょう。この残酷な世界、そしてさらに凶悪なる干ばつを生き抜き助けとなるのは家族しかいません。我々のあなたの確執は忘れ、お互いを許すのです。そして水の到来を祈りましょう。そうだった、水の到来を祈りましょう。そうだったじゃねえよ。いい演説だった。お母さんに謝りに行くよ。じきにバケツをひっくり返してみて降ってくるさ。兄貴、お前の言う通りだ。よかったね。ハッピーエンド感がすごいね。弟よ、よくやったではないか。それは私の方だ。さすがだ。我々成し遂げたことを見てみよう。両親も今頃鼻が高いに違いない。では私はそろそろ席外すとして。そなたには本当に助かった。はい。よろしい、では受け取りなさい。私のフォークを持っていくといい。行こうではないか。まだ話す気めでも山ほどある。そうだな。私の旅の話もするとしよう。いや、むしろ我らの未来について語るべきではないか。まあ良かったのかね。最後にジェリーに挨拶してここから去るか。 1,2,3,4、 ああそうだ、2つ入れたままだ。ジェリーはおるか。ジェリーなあ、あんたのことは意外と気に入ってるんだ。俺の唯一の友達と言っていい。君も私の友達さ。このまま帰れなきゃいいのに。そして俺みたいに骸骨になりゃいい。そしたら後任が俺たちを掘り起こしてくれるだろう。その方がよっぽどいい。こうやって一緒に座って若い頃の思い出話をしてさ。それも悪くないんだけど、私が帰りたいから。
気にすんな、ただの年食ったシャレ神戸の夢さ。じゃあなシェリー、じゃあな。思えばあいつとは特に何もなかった。ワインを取られただけだあいつワイン取られただけなんだが、なんかちょっとだけ寂しい気持ちになるな。今までありがとう。そんなに助けにならなかったよ。そんなにというか全くもって助けにならなかったよ。これか、物入れ箱。どこだ、これか。よし、これでいけましょう。6つあるので帰ります。なんかちょっと悲しみな。この世界で骨を埋めるのもいいんじゃないか。ジェリーみたいに骨になるのはともかくとして、てかこんなにいたのに彼女の一人もできなかったのか、こいつは。無欲な男だな。よし、帰るぞ。発信機を作る。樽を作る。お。準備は整ったけど、これからどうすればいいんだ。次元の扉はどうやって開けばいい。じゃあもう行くのかよ。俺も愛する人の元に戻らないとな。悲しくなってきた。寂しくなるね。私もだ。残念だな。ちなみにこの門は旅立つ者のためだけではない。人の心からの願いも実現することはできるんだ。だが口にする言葉は気をつけろよ。また大衝撃が起こったらマジで困るからな。別れの挨拶しに来たぞ。私たちは町から追放処分になった。弟が宮廷に勤め、兄が新官職であることが理由でな。そういうのは王国評議会の目に留まりやすい。二人で酒場に行ってみたのだが、そこからローレンスの勘でその他ここにいるのであと踏んだ。だが町を離れる前にあそこの人間の半数を破門してやったがな。よって教会唯一の正式な教会は墓場の脇のものだけとなった。もしよかったら教会叩きは好きに使ってほしい。模様が光り始めた。あ、ティータ・ハーバード。ハーバードっていうの君。私たちはなんとかハーバードっていうのちょっと待って、知らなかったぞ。なんとか町を脱出することができた。指揮官がその権力を総動員して私たちを貶めようとしていたのだ。最近の町はめちゃくちゃだもの。私たちにすりつける罪なんて吐いて捨てるほどあるわ。死者の復活だな。審問官も悪行カルトのリーダーとして追及されている。全くなんて状況だ。あとエピスコフが町を破門にしたわね。だがあれはもうやるほかなかろう。私たちは当分東大に身を隠すわ。それにもしかしたらワグナーと連絡がつくかもしれないし。あ、この地を立つのだな。はい、ゲーカ。それはまずい、非常にまずい。呪いはこれから加速する一方、我らはそれを止める術を持たん。もはや遅すぎるかもしれん。気分はいい。俺は言うべきなのだろうけど、そういう気持ちになれねえな。我らはここに暮らすことにする。そして昔の家を建て直すことにする。ここは神聖なる地、そして呪いから守られた地だ。それでもだ、俺たちは脅威の時代に直面する。何もかも変わるんだ。我らが安全、私が我らの安全を祈ろう。起動した。やっと私の願いがかの、やっと君のもとへ。おお、ネザーが、え、あなた、ああやっと、え、ちょっと待って、これで終わりかい。ちょ、どういうこと。え、ゾンビ大発生はどうした。北方からの大侵略は。商人との旅路は、つうか町はどうした。町が一切登場しないとはどういうことだ。なんかすげえ残念。貪欲な資本主義の豚どもに期待しちゃって無駄だ。そんなたくさんの材料があるんだし、どうせ DLC を作りまくってお金をガポガポひどい話だな。おい、
俺は人参マティーニにしようかな。おい、メタっぽく終わったぞ。しかも帰るんじゃないんかい。呼ぶのかこっちに。あーあ、 DLC の案内ありました、右下に。はい、DLC の案内はこちらでしたね。はい、まあそんな感じで、はい、そんな感じでした。はい、じゃあまあとりあえず、まあとりあえずこれで一回終わりかな。一回終わりにしましょう。はい、楽しかったっすね、グレイビアードキーパー。なんかちょっとこれは新しいやつで日本語訳されてないのかな。はい、そんな感じでした。面白かったね。まあなんとかクリアできてよかったかなと思います。俺の墓場はまあまあ良かったかな。なんか最後のあれやばかった気がするけど、グレイビアードキーパー 見たけどね、すごい量のあのあれがあるよ、ダウンロードコンテンツあるよ、4つか5つぐらいあるよ。ガポガポじゃねえか。じゃあおつ、またね、バイバイ。いや4つか5つって嘘だ、2つしかねえわ。はい、また。